にちは。ガレツヨ道場の、そして経典屋人実行委員長の菊野克典です。僕はいろんな格闘技や武術を学んできました。そして競技にね、いっぱい出場してきました。その上で、競技で強さは測れないってことがよくわかりました。それを踏まえて、稽古の場として、表現の場として、そして交流の場として経典屋人を作りました。子供がやりたいと思ってもらわなければ未来がありません。あるいは親がやらせたいと思ってもらえなければ未来がありません。なので、親が子供に見せたい格闘道というコンセプトを掲げて、実践性と競技性とエンターテインメント性のど真ん中を狙ってルールを作っています。どうぞお楽しみください。どうして経典屋人に出ようと思ったんですか？そうですね、菊野先生のやはり子供たちに武術や武道を、見せて、こうかっこいいところをね、伝えたいと。そのためには大人が楽しく、そういうふうに取り組んでいるところをね、見せて、やっぱ社会貢献したいという思いに、やっぱりどっかに協力したいという思いがあって。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。速さ的に言うと、えっ、これぐらいの、はい、えっ、多いですね。1個下腹に行ってる感じ。ただやっぱり自分は忍道はね、その戦いというのは目的にしていないので、まあ、試合とかないんですけど、何かね、こう僕がどう戦うのかっていうところが、やっぱり皆さんね、楽しく見てもらえるんであれば、試合に出て表現をしてみるのもまた一つの忍び働きなんじゃないかなと。一つの忍び働きなんじゃないかなと。てみろ、こう持ってペンなんだ。おい、こうやって、このここだろ。それをこれを外せばいい。それでこれでこれだろ。試合にかける意気込みは？そうですね、まあ、出る以上は勝ちたいなと思うんですけど、やっぱりね、どうなるか戦ってみないとわからないですし、対戦相手もね、まだ決まってないですし、精一杯ね、皆さんに忍術を披露して、皆さんに忍術を披露して、ぜひね、勝ちを収めたいなと思っております。頑張ります。はい、マジシャンのキラです。今回第5回経典屋人連舞大会のバトルロイヤルの2種類ですね、この種目の方に参加させていただきました。一つ目の方は、武器投入ルールですね、そしてもう一つは、武器投入がないという、そういうルールでした。こちらの方ですね、僕は普段武術というものを鍛錬しているわけじゃないんですけれども、縁がありまして、今回参加したわけなんですけども、まあ感想から言いますと、シンプルにすごく楽しかったですよね。やっぱり1対1じゃなくってバトルロイヤルというちょっと変わったルールになると、運の要素も入ってくるので、まあ僕みたいな素人でも一つ勝つチャンスがあるという意味では、とても面白いルールだなと思いました。まあ、このように経典屋人連舞大会では、いろいろなルールの下で、試合が開催されていますので、初めての方だったり、そしてもちろん本格的に武術武道を鍛錬されている方にも、いろんな方が参加されて、そして縁というものを感じ取っていただいて、またそこから
世界を広げていただくことがとてもできる大会だと思いますので、ぜひ皆さんも今後経典愛人レイブ大会の方にいろんな形で関わっていただけたらなと思います。これからも応援してます。どうもありがとうございました。第3週の試合は特に一撃ルールを行います。選手以上、それではございまして、皆さん準備が整いました。始まります。はい、ああ、キラさんが。四隅から始まるんですね。始まりました。四隅来ました。西野先生、怖え。西野先生。積極的ですね。皆さんなんかナチュラルっすね。そうですね。構えないんですね。あ、そうですね。自然体で。すごい。この先生ももう。なんか怖い。なんか怖なってるわ。あの菊野先生。ああ。武器が投入。あれは何ですか、あれは。どこからか。バカ忍者。バカ忍者だろ、また。忍者懐下げてますよ。忍者ちょっと何か出します。あれちょっとダメなんじゃないですか。反則。ああ、持ってなかった。あぶらぶら。ああ、バカ忍者一番最初に負けました。いや、面白いですね。いや、素晴らしい。うわ、これ緊張感あるっすね。キラさんは合気道三段ということで、はい、合気道ベースですね。さあ、間合いを取って。あとキラさんは奇妙な技も使われるんだね。そうですよね。超絶技巧。おお。ああ、西野さんが。脱落されました。菊野先生と。おお。さあ、声援飛んでいる。キラさんの動き読めないですね。なるほど。ああ、出た出た。キクノ先生の、キクノ先生のいい癖出ました。いい癖が出ました、キクノ先生の。いや、素晴らしい、面白いですね。じゃあ選手中央へお願いします。選手の皆様中央へお願いします。いや、面白いですね。バトルロイヤル一撃ルールですね。たまにこういうのが混ざってくるんです。はい